はいどうもこんにちは。ブレブレゲームへようこそ。ディアブラ4はレベルが62までプレイしています。この状態で70レベル推奨のトーナメントを開放することができました。本日の動画は超火力の接近毒ビルドを紹介していきたいと思います。ブレブレゲームズではゲームの紹介攻略動画を上げています。高評価動画へのコメントもお待ちしております。では早速本編いってみましょう。まずはビルドについて見ていきましょう。前回の動画と同じで串刺しを使用しています。で強化で原理まで取得していますね。コアスキルについても前回と同じです。ツイストブレードを取得していて強化と改良まで取っています。で頑丈ランク3、吸収攻撃、前回の動画でめちゃくちゃ重要だった吸収攻撃、今回も活躍します。これもランク3ですね。で武器の達人も使用しています。こちらもランク3です。で急所狙いと不意打ち、でこちらがツイストブレードの改良と相性が良くて、ツイストブレードの改良だとめまい状態になるんですが、めまい状態になるとクリティカルヒットを与えた時にノックダウンして、ノックダウンした時にクリティカルヒット率が上がるという感じですね。で回避用にダッシュは取得しているんですが、この後お見せする戦闘動画では全然使ってないので、まあ、これを外してまた別のものに付け替えてもいいのかなと思いました。最悪これを今回使用しないダークシュラウドに変えても、まあ、正直に自分はねいいのかなと思いましたね。で今回目玉となりますポイズントラップと毒の注入です。前回シャドウ注入を使っていたんですが、今回はねボス戦特化ということで毒注入を使用しています。でポイズントラップに戻るんですが、ポイズントラップの強化で逆襲まで使っていますね。で逆襲にするとポイズントラップ食らった時に 30% 確率で注入スキルのクールダウンがリセットされます。つまりポイズントラップを設置すると毒注入がね複数回使用できるって感じですね。で毒注入に関しては強化で、これどちらがいいかちょっと自分悩んだんですけど、まあ混合にしていますね。でダメージの継続が 30% 確率で2倍になるということでね、結構毒注入強いのでぜひね使ってみてください。で高精度注入、まあ、これはね自分はクリティカルヒット率を上げるために使っていますね。で奥義がデストラップ、でデストラップの中級まで取得しています。まあ、上級は余裕があれば取得したいんですけど、まあ、そこまで10秒短縮するだけなのでそこまでいらないかなと思いますね。でアドレナリン分泌で迅速、これも取得しています。ランク3ですね。で重要パッシブなんですけど、自分は機運を装備してますね。まあ、これはどうでしょう。まあ、皆さん好みで、まあ、近距離戦だったりとか使ってる人もいいと思うんですけど、まあ、自分はねこれを取得してますね。結構強いです。今回カテゴリーについてはコンボポイントを使用しています。コンボポイントは基本スキルを与えた時にコンボポイントが3つまで最大貯まるんですが、そのポイントを使ってコアスキルが強化されるという感じですね。まあ、具体的に何が変わるかっていうのは、まあ、コアスキルによって違うんですけど、ツイストブレードの場合はダメージとダメージのボーナス量が上がります。まあ、結構強いのでこれぜひねおすすめですね。で今回コンボポイントを使用している理由がもう一つありまして、まあ、装備のこのユニークダガーの効果が3コンボポイントを消費するとコアスキルのダメージが 38% 増加する。この武器を使った基本スキルは 30% 確率で3ポイントを生成しますということで、通常攻撃でコンボポイント貯まるんですけど 30% の確率で最大ポイントまで貯まって、それをね使用するとダメージが 38% 増加するという感じですね。めちゃくちゃ強いのでこれぜひおすすめなんですが、まあそんなにね出るわけでもないので断罪という武器になっています。でもう一つの武器はこちらになってますね。そこまで自分は強いとは思ってないんですが、自分の持っているオプションの中では結構強い方かなと思いますね。で今回のめちゃくちゃ強い、でこちら毒注入のスキルでクリティカルヒットが発生した場合、最大 10% の確率で毒だまりを生み出す。で毒だまりはその入り込んだ敵に3秒かけて5379のダメージを与えて、毒だまりの中にいる間自身の毒注入スキルのクールダウンは発生せず再現なく使用することが可能です。これ何を言ってるかっていうと、まあ、10% の確率クリティカルヒットを出して 10% の確率で、まあ、毒だまりを出すんですが、その中にいる間は毒注入を使いたい放題って感じですね。
まあ、毒注入クールダイブが十数秒あるんですけど、それがなくなるって感じです。めちゃくちゃ強いです。自分はね、その手に入れてたんですけど勘違いしてて使ってませんでした。またこれのオプションもね、コアスキルダメージが 36% 上がりますとか、継続ダメージが 19.5、 注入スキルのクリティカルヒットダメージが 36.4%、 めちゃくちゃ強いのでこちらをね装備してます。で、指輪はこんな感じですね。基本スキルで攻撃するごとに次のねコアスキルで与えるダメージが 6% から最大 30% まで増加するということでね、こちらを使用しています。まあ、ツイストブレードがねめちゃくちゃ強いのでね、まあ、ツイストブレードを強化するオプションが多いですね。でこちらもね、脆弱状態にすると最大 34% 確率でクリティカルヒット率が3秒間3から最大 9% まで上昇するということですね。基本の攻撃速度が 38% 上昇する。まあ、攻撃速度をめちゃくちゃ上げる方が接近のログはいいのかなと思います。操作障害の状態を敵に攻撃すると、まあ、これめまいとかなんですけど、めまい状態にの敵に攻撃すると最大 36% 確率で操作障害効果が別の敵に伝染する。何を言ってるかっていうと、目の前の敵を、めまい状態でスタンさせると周りの敵もスタンしたりしてくれるって感じです。これは結構有名かな。健全状態でない攻撃に、ダメージを受けると自身の、周囲に 4.5 秒間魔法の泡が召喚されます。で、この魔法の泡の中にいるときは攻撃が無効になりますね。でこちらコアスキルでクリティカルヒットを出すと攻撃速度が5秒間 23% 上昇します。で、何らかのダメージを与えると4秒間防御力が 0.25 上昇して、この効果は 25% まで蓄積しますね。これ最低な効果なので 25% なんですけど、最大 50% まで蓄積するっていうものもあるので 50% だとね、かなりでかいですよね。まあ、25% でも十分だと思いますが、結構使い勝手が良いです。で、最後なんですが、抑圧負荷の時および4秒後、移動速度が 10%、上昇して敵をすり抜けて移動できるということでね、こちらを装備しています。トーナメントを出すための敵がめちゃくちゃ強いので、できればね、エレクサーなんか飲めばめちゃくちゃいいかなと思うんですけど、今回は防御力が 300% じゃなかった、300上がるエレクサーを飲んでいます。もしね、それでも苦戦するという方は防御力が900上がるものもありますので、まあ、自身の状況に応じて飲んでみてください。では早速トーナメントを解放するためのボスを解説して、戦闘をね、紹介していきたいと思います。では早速やっていきましょう。シャドウ注入で50、100回ぐらいは死んだので毒注入に変えてきました。始まりましたらここに罠を設置しましょう。エライアスとの戦闘になります。で、この攻撃めちゃくちゃ痛いので必要があればポーションを飲んでください。で、毒でね、だんだんとね、じゃんじゃんダメージを与えてきます。お、毒だまりできましたね。これ回避ですね。で、ここでね、罠も設置します。で、お、運がいいですね。この敵だと結構普通に殴って出れば毒で死ぬと思います。これかわしますね。で、これ気をつけてください。ポーション飲みましょう。で、毒に置いてダメージが半分ぐらいいきましたね。で、これ2段階めくるので反対側に避けてください。で、ひれましたね。で、じゃんじゃんね、ダメージを与えていきましょう。なんかサキュパスみたいなのを召喚しなければ結構楽かなと思います。これもね、じゃんじゃん好きなのでいきます。はい、ではね、これでおしまいですね。まあ、本来であればここまで簡単にはいかないんですけど、毒注入であればここまで簡単にクリアできるという感じですね。特にボスに対しては毒は効果力を出すことができるので超おすすめです。皆さんも毒ビルドでトーナメントね、解放していきましょう。推奨レベルが70レベルなので、まあ、63とか65レベルとかで挑戦するのが良いかなと思います。今回の動画は以上です。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ブルブルゲームスでした。